今日はねイタリアンをお昼食べたからね、すごいまだねお腹いっぱいだ、すごいボリュームだったんだよね。お昼って言っても1時過ぎぐらいに食べたんですけど、すごいね美味しかった。 PJK が奢ってくれたイエーイ、おごりで食う飯はうまいな。そう、今日は記念日だったんだ。実は何の記念日かというと、 PJK がクレジットカードの審査にまた落ちた記念日って、うわーってまた落ちてる、プンプンプンっつって、ご飯食いに行こうぜそう、また落ちたらしい。もう一生通らないでほしい審査、落ちすぎてんだよね。でもまあやっぱ過去が多分ね、過去になんか結構極貧時代があったらしくて、その私のお友達は、うん、だからなんかその時に結構家賃滞納とかしちゃったらしいんだよね。それが響いてると思うんだよな。大丈夫？カード送る？あ、カード送るじゃあ酒飲みさんのクレジットカードを PJK に、あの山梨の廃墟に送っていただいた PJK に渡しとくわ。自由に使っていいらしいよなんだそれなきゃあるかい。ありがとうございます。